ドジャースに、まあ、お願いしますという契約をしますという決断を伝える、まあ、前の日の夜というか、まあ、発表したのは次の日のお昼なので、まあ、その前の晩ですかね、まあ、あとは決断理由ですか。決断理由に関しましては、まあ、これが一つというわけではなくて、まあ、本当に交渉をさせていただいた全ての球団の皆さんと話をさせていただいて、まあ、本当にどの球団も素晴らしかったですし、まあ、ただ何球団こう支えをいただいても答えれるイエスと答えれる球団は一つしかないので、まあ、そこに対して自分が最終的に、まあ、ここでプレーしたいなという気持ちに素直に従った結果かなという感じはします。